のロキーツ、ちょっと普通のとは違うね。ニューロキーツのお友達キャラかな。うん、これもニューロキーツだよ。ただ、これはほのかのにしか売ってないご当地限定のキャラクターなんだ。確か、名前もあったはずだけど、モカも、ユロキイチだよ。ここの知名度のまんまなのに、忘れたの。忘れたっていうか、実はよく知らないんだよ。あんまにユロキイチに対して、興味もねえからさ。そうなんだ。あれ、もしかして姉さん、小ユロキイチってそんなに好きじゃなかった？うん、可愛いとは思うけど、特別好きってわけでもないかな。あらら、そうだったんだ。姉さんはニューロキイチ好きだと予想してたけど、外れちゃったな。わら、それいいかも。どこが、機械仕掛けの、ユロキイチのどこがいいの？動くたびにもう体中音とかするんだよ。私は好きだよ、モータイチの音。それに、ラジコンで好きに動かせたりしたら、今よりももっともっと可愛くなるよ。あ、妻は、姉さんらしいな。そういえば、動くにユロキイチでよければ、お土産物屋さんの前によくいるよね。ああ、着ぐるみがよくチラシとか、店の旗持ってあやれし振りまいてるよな。そうなんだ。ご当地限定の虹ロキイチだから、見た人は喜びそうだね。どうかしたの？うん、機械仕掛けか着ぐるみかで、すごいテンションが違うんだな、って思っただけだよ。まあ、姉さんのそういうブレないところ、結構好きだよ。